行って、おら、おい、なんでぶつかんねん、お前。わかるやろ、お前。おすちんやです。ジョーブルグを見てくださってる皆様こんにちは。知らない奴がいると思うんですけども僕はメインハイチャンネルのコウキと申します、はい、いきなりですが今回の企画を言いますと、はい、街の中で障害者がやからに絡まれてたらジョーさんはどういう反応をするのかというのをやりたいと思います。大丈夫ですかこれ。まあ元々のきっかけ、僕ジョーブルグの大ファンで今回ちんやさんに DM をさせてもらってこの曲をやらしてくれへんかと、うん、でちんやさんもちょっと迷ってはったんですよちょっとこう多少荒れる要素もあるかもしれないですか、うん、大丈夫かなと。でそのためだからエキストラちょっと用意したんですけど、はい、大丈夫かな大丈夫かな。今回の客のポイントは多分ジョーさんが反応をどういう感じにするかっていうところだと思うんですけど、うん、そのためには大げさぐらいで来てほしいんですよ、うん、大丈夫ですか。ちょっと胸ぐらガッと掴むとかいけます。ほんまですか。あ、もうその感じは全然だめ。あかんな、がっつりかねなんで。気づかないですよ。ほんま僕ら本気で行くんで、ジョーさん止めはるん。いや大丈夫、それは 100% 止める。 100% 止めてくれる、うん、ジョーさんスルーとかないっすか。大丈夫。でもほんまに派手に行ってもらわんと多分絡んでるかが分からんすもんね、うん、僕らはエキストラじゃメンバーなんで泣かすぐらいに行ってもらう大丈夫なんで車椅子とか蹴るぐらい行ってください。ちなみに僕はほんまもんの車椅子ユーザーなんですけど遠慮しちゃったんですよ。何回もしつこいっすね。車椅子発動するぐらいギリギリで怪我だけ。それは絶対怪我だけないようにギリギリのラインで、はい、じゃあちょっとジョー君待っていきましょう、はい、こんな感じで行くみたいな。うん、名前ないお前ちゃうまやねん。笑ったらあかんねん。絶対笑ったらあかんねん。絶対笑ったらあかんねん。笑ったらあかんねん。絶対笑ったらあかんねん。まあ、でジョー君通るときはそれの5倍ぐらいの声量で、ああ大げさぐらいでいこう。かかっていきました。もしもし。お疲れです。あ、今ね、あ、今付き合いでちょっと銀次来てて、ちょっとジョー君も会いたいみたいな感じで言ってて、ちょっと一瞬顔出せます。ほんまに一瞬。あ、その打ち合わせまでには戻れるようにしてます。銀次来てください。はい、このまま来てくれたら。いって、おら、おい、なんやねん、わしどうしてくれんねん、おら、なんやねん、怪我したらどないすんねんって。もうええって、おい、お前よりや、声でかいねん、お前、オッケー声出すな、よりや、とりあえずや、酔ってるやんけ、怪我したらお前どないしてくれんねん、酔ってるやんけ、とりあえずよりって、触んな、このれこれ、お前これどうなったか分かってんのか、よりって、何、触んな、離れろ、何してたん、何してたん、離れろ、何してたん、おい、怪我したらどないすんねん、おるだけやん、何してたん。なんでぶつかんねんわ、これわかるやろ。お前こいつらもお前ら友達じゃ友達かっつとね。友達は友達やろ。お前今回回して女雑誌になったらお前どないしてくれんのわかるやろ。これなってへんやんけ、歩けとれへんこいつアホは。お前それ骨折してるのわかるやろ。わかる、病院行っかんな、これおい、呼べや、呼べや、呼べや、酔ったところでどうだね。お前らも踏んどんじゃい、おら、触んな、おら、こいつぶつかるよって、ねえ、もうええ、足踏みよって、こいつの踏んどんくそないやんけ、お前ら足踏んでやろ、お前、これ怪我したらどないすんねん、言うてんねん、おら、お前、携帯触ったやんけ、お前、これわかるやろ、お前、これわかるやろ、お前、これわかるやろ、お前、これいや、ちょんちょんちょん、ねえ、だからね、もうええ、こっち来やさ、どないすんねん、おら、誰も止めない、わかるやろ、ちょ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 、俺話したよ、いや、いいぞ、誰やねん、何してんの、何してんの、お前何やねん、お前誰やねん、誰とかじゃなくて、たとおりつこって、お前怪我したらどないすんの、分かるやろ、女じゃしなとどないすんの、これおい、ぶつかっただけやろ、いや、足踏まれとんねん、足踏まれとんねん、分かるやろ、これおい、そんなんせえへん、お前分かるやろ、ちゃちゃちゃおい、え、お前、お前何？大丈夫、大丈夫、お前、お前何？じゃ、ええか、お前話しまーす、落ち着こう、落ち着こう、お前、とりあえずもうええわ、俺はこいつ話しとんねん、お前に話すことないねん、ええ、よれ、わかったから、もうええから、何やちゃうおのれ、お前がしゅうよ、3人で何してんの、いや、こいつらがぶつかって邪魔やろ、お前、石なりで、こんな車椅子あれ取ったら、お前、いや、広いやん、ええ、道なんでほなぶつかんねん、広いのに、避けるやんな、お前これお前見てたんか、え、見てないやろ、お前避けるやん、ほんなら俺に落ちてあんのかよ、おい、酔っ払ったんだ、いや、飲んで飲んで、どっちも一緒やねん、手出したしろよ、え、
お前よ、関係ないやろって。お前がね、ほんだろ、おこれ。お前ね、おれ。お前だ、お前、お前が誰や。おい、おれ。おい、警察呼ぶぞ。もういいけ。もうお前、ドッキリ、ドッキリ、これ。ドッキリ。ドッキリ、ドッキリ。やったな。ドッキリ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 だからあのね車椅子のコウキ君がヤンキーに絡まれてたらわかったけどなんかちゃうくないごめんなさい。いやでもこれ障害者のこうドッキリってみんなハッピーにするもんなじゃん。まあそうなんですけどね。結果オーライで。この企画はでもコウキ君から企画してくれたんです。ヨタごめんなさい。ヨタごめんなさい。ヨタごめんなさい。ごめんなさい。どういうこと？ヨタごめんなさい。ごめん。コウキ君からそうなんですよ。ドッキリをこういうドッキリをしたいと昔からめちゃくちゃ見てくれてたみたいでドッキリコラボさせてくれないですかみたいな。で朝ドッグさんの動画とか見てくれてて僕も身体障害者でみたいな。何してんのってことだほんましたくないってことだ車椅子のコーナーなんでそうあそうですあそういうか普通に警察呼ぼうかなカリスマやってるじゃないですかだからもう黒いとこ絶対あるやろ思ってそこで俺視聴者さんにめちゃくちゃ声かけられてなんか囲まれてるなあなたが企画者みたいな感じなんや。いや、チアさんは120です。え、やめて、嘘つくなよ。やめてくれよ、やめてくれ。俺が悪なる、それは。ほんまにあかんで、それ。俺が悪なる。どういうことなん？いや、何か撮影しようっていう話になって、何撮ろうかなって言った時に、コウキ君が発信で、こういうの撮りたいんですけど、出てくれて。え、ほんまに車椅子なん？そこは嘘はない。歩かれへんっていうのをある種ネタにしてジョーにドッキリかけようみたいな。そうです。だからワンチャンオクラもあったんですよ。なんか気づかへんバカのさめっちゃ心配したっすよ。騙されるわそれ。いじめてるやんやばいやんこいつら。来ちゃうわ思って。でもよかったやっぱり止めてくれたな。よかったよかった。危ない。ちょっとドッキリ言ってきた。切れてましたね。顔かかしちゃった。あどないしようと思った。皆さんは何の人ですか？エキストラ。僕が呼びました。はい、僕が呼びました。で、あのドッキリかけたやったらお前なんか MC 戦かよ。あとはなんとかなるかなと思って。何さんですか？僕はコウキです。メインハイチャンネルで YouTube やってるんですよ。足はほんまに悪いの？ほんまに悪いです。頚椎損傷っていう障害なんてことで、ちょっと僕のチャンネルまた見てください。おお。ぜひよろしくお願いします。おお。で、え、ほんまに？ほんまっす、ほんまっす、ガチです、ガチです。どっからがダノンドッキリ。今どうつけて、あの銀次に一待ってるって。あ、まあ嘘っすね。ここに来てもらうための嘘っすね。ありそうな嘘つく。バリ焼けてるやん、それドッキリ。これは事実やな。事実、事実。サングラス普段かけてんの？いや、これあの僕、何回か飲ませてもらってるんで。僕何回も多分、ご親しみいただいてるんで、バレるからって、こうサングラス。なるほど。機械 YouTube どんなやってるの？障害を笑いにっていうコンセプトにして。なるほどな。バラエティ系な。バラエティですね。で幼馴染も二人おるんですけど。三人組のやつ？俺見たことあるかもしれない。ほんますか？ちなみにですけど、この後コラボしようかっていう話もあの、はい、そうですね。次はミンハイのチャンネルの動画を撮ります。何撮るの？100バージョン？俺がいけるか。むちゃくちゃやん。これは何？いつから？俺だって今博多とかから帰ってきた。そうですね。でも1ヶ月前ぐらいから決めてましたね。ちなみにこんなシーンはあったことあるんですか？絶対ない。うん、いやだから俺やばいやつおるな思う。3対1でしかも足が不自由でっていうことやろ。でもたまにその電車の中とかやったらストレス溜まってるんやろなみたいなおじさんにやかられる時もあるんですよ。こんなの疲れるまではないですけど、うん、車椅子じゃない方やったらあるで喧嘩しようなっていうことで俺止めたこと何回もあんねや、うん、世界でも止めてた。そうフレンドリー、フレンドリー、オッケー。あかん、あかん、あかん。もう、男やろ、お前。男やったら殴ったか、女の子。
喧嘩する絶対止めるから、だから絶対止めると思った今日も。いや違うね、何なんか分からない止めたっていうよりふんじゃバリ喧嘩腰やったからこれやばいどうしようみたいな。あれ怖なかった、何発か殴られてたぐらいの勢いやった。それだからもう後でちょっとなんか話が違う、話が違う、友達やん、始めます、演技力高い。あの辺まで響いてた。なんか視聴者さんに声かけられて、あ、記憶怒鳴り声みたいな聞こえて、あの視聴者さんとかは来るな、あえて止めるために。いや、ちゃうちゃうちゃう、そのタイミングで通りかかった視聴者さん。いや、そうじゃないと気づかん可能性もあるんちゃう。いや、気づくわ。そういう感じでした。なんか締めてください。やっぱまあでもなんか感情のこれがすごい。今後ともの話しましょう。お疲れさんです。おっちゃん、お疲れ。天気いいですね今日。じゃあええわ今日は。サニア、これはどうすんの。J1 も何も言って、今日のために。今日のためにここに来てる、どこ行くのの方から。一緒やん地元。やば。僕も友達待たせてて、レディゴーでバーベキュー今させてもらったんですよ。バーベキューさせてもらってて、ほんで人足りひんから深夜に入ってって言われて、ええないのって。お客さん巻き込んでた。そうそう、レディゴーって結構そういう意味ではめっちゃいいな。すぐ撮影に。じゃあこうきくんが3人を読んだわけじゃなくて、エキストラは深夜設定な。そうそうそう、協力やるなら全力でやろうぜみたいな。そうなんや。なんか分からんけどありがとう。次レディゴー来たらおごらしてくれ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうしんだろう。僕ちょっとこれ着たいな。これ待って、これな、多分な、4、5年前の物販の T シャツ、うん、ライブ、トークライブ行ってちょうど目の前で手上げたい人みたいな、僕マジ行かせてもらって。何の人。ちょっと僕それ知らなかったです。僕の地元の友達の後輩やから。ガチファンにキレられたんや。それ知らんかったわ。めっちゃめっちゃ昔の T シャツ。待って、ほんま掘って待って、めっちゃおもろい。違う違う、ほんまに知らんかった。嘘や、もっと早言うてほしかったわ。ガチなんや。え、じゃあ書くわ、サイン。ありがとうございます。はい、チーズ。オッケー。ありがとう。やりたいこと